日本は航空優勢を図るため開発中の次期ステルス戦闘機と同時進行で、無人戦闘機開発も実行すると自民国防部会で発表したね。日本は土地柄、航空優勢を図るのは必須だと言えるもんね。中国っていう最大の仮想敵国も存在しているから、軍事面を充実させることが急務だね。そうだね。さて今回は、防衛省航空自衛隊が進める F2 戦闘機の代替機計画、これに連携する無人機開発も発表したことについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この無人戦闘機の最高スピード 10G という驚異的な異次元の速さを聞いて驚愕を隠せなかったよ。日本でも無人戦闘機技術が開発され、こんな技術があったというのを世間であまり知られていないんだ。それもそのはず。与党自民党への国防部会安全保障調査会合同会議の席上で、防衛省が2035年をめどに現在の F2 戦闘機の代替機と連動する無人航空機の開発を行うことを発表。ちなみに F2 は F1 の後継として開発された航空自衛隊の戦闘機であるのだけど、1995年に初飛行を行い、2000年から部隊配備を開始しているよ。公式ではないけど、軍事関係者や航空機ファンからは平成の冷戦や、ビーパーゼロなどという愛称で呼ばれているね。この航空自衛隊が運用することになる無人航空機の開発に関しては、2022年度防衛予算に初期費用を計上して本格化される見込みとされ、これと並行して運用方針や仮想敵国の状況等も鑑みての開発方針が決定するよ。計画の進め方としては無人航空機の実寸大のモックアップなどを当初作成、その後、実証機のテストでの飛行結果などを得ながら進められていくというのが防衛省のやり方だね。そして次世代戦闘機計画で生み出される機体が今回の無人航空機を完成する方向というわけだね。無人航空機といえば正確には遠隔操作方式と完全自律型方式が思い浮かぶが、現在開発中のものが後者の運用方法を想定したものだと言えるだろうな。ただし世界的観点で見ればアメリカなどではすでに第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2などによる随伴無人機の研究が進んでおり、相変わらず日本の取り組みの遅れ感が拭えないように感じるぜ。防衛省が一般公表している令和2年11月14日付の次期戦闘機開発についてと題した資料の中では、F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機を日本における航空優勢確保の要と表現しており、ますます期待が高まったよ。次期戦闘機に求める3要素って具体的にはどんなものなんだろう？まずは、兵装面も含めた高ステルス性。次に質で量に対抗する大容量高度な遊軍艦の情報連携、そして高機能なレーダーセンサ類だね。この領域3つの具現化を打ち出しているってところだな。本題とは少し脱線してしまうけど、同資料の中で西側各国の、現在の戦闘機の開発機体単価等が算出する基準によって変化するため、一概に算出は困難としながらも一応の目安として提示されていることもわかったよ。その資料によると、第4世代戦闘機である現行の F2 戦闘機の開発費が3600億円単価112億円で、同様にユーロファイタータイフーンの開発費が 2.3 兆円単価113億円と記載されているね。そして第6世代戦闘機である F22 ラプターの開発費は 2.3 兆円単価210億円であり、同様に F35 ライトニング2の開発費は 6.1 兆円単価110億円だと指摘されており、F35 ライトニング2の高騰が目についてしまい野党からの反対意見が出るのも納得がいくというものだよ。すでに次期戦闘機の開発には約5兆円が必要と予算要求をしているが、メディア等への報道により国民に拡散してしまい、日本で最大90機前後の生産数で終了する動機への大きな懸念材料にもなっているぜ。防衛省側も国民の批判へ対策をするため、今回三菱重工業を主契約者とする集約化、部位によって海外からの調達を検討するなど、アメリカやイギリス企業との協調を否定しない態度を示しているね。具体的な業務提携先として名前が挙がっているアメリカのロッキード・マーチン社や、イギリスの BAE システムズ社などとの協調がここからも伺えるけど、日本は自国での主導を諦めないという強い姿勢を示しているよ。さらに次期戦闘機開発についての資料では当然無人機に言及した記述もあり、技術的な人工知能の進化と操縦者等の人的損耗防止の観点から見ても、その開発は世界的にもベーシックな傾向であると指摘しているんだ。ただし、これによって得られる人的省力化に関しては、2030年代における即時的な戦闘機の登場者不足の意味をなさないと言われており、
有人戦闘搭乗者の確保にすぐに問題が発生する事態になるとは直結しないぜ。しかも定型的な運用で対応が可能と見込まれる偵察や空対地攻撃といった分野では無人機の導入は比較的簡単と想像しつつ、飛来する敵機に対する即応性は有人機に劣ると指摘されていることが分かったな。この事柄を踏まえて防衛省では、有人戦闘機に随伴しその任務を支援する遠隔操作型の無人航空機の開発を行うと明記し直して、令和3年度の概算要求からその開発予算を計上したんだ。その一方で軍事最先端のアメリカはスカイボーグ計画として、有人戦闘機と安価な無人機との連携を4社で研究しており、これに向けて複数の無人機製造企業と試作機の製造に着手しており、映画のような未来戦争でも起こすのかと疑ってしまうね。4社ってどこなの？この4社とはボーイング社、ゼネラルアトミックス社、ノースロップグラマン社、クラトス社のことであり、さらにこれに加えてイギリスの BAE システムズ社の参加も記述されており、また無人の大量破壊兵器が作られていくだろうね。有名どころが一堂に会しているね。これらの中ではクラトス社の X958A バルキリーや、ボーイング社がオーストラリアと共同開発しているロイヤルウィングマンが最も有名だけど、両機とも自立飛行型の無人戦闘機であり人工知能を有しているんだ。人工知能を搭載しているの？なんだか一気に SF っぽくなってきたなぁ。しかも本体1機で約2から3億円の値段となっているから、100億以上する有人戦闘機と比較すると確実に安価で購入できるってわけ。当然パイロットの人件費も減らすことができるので各国の導入は増えていくばかりだと思われるよ。防衛省の次期戦闘機開発についての資料で飛来する敵機への即応性に疑問を投げかけられていた無人戦闘機であるわけだが、これらの続報に日本がどのように反応するのかにも注目していきたいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。Thank you。かたじけない。ありがとう。Thank 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 you。かたじけない。